より小さい関西オープン3日目、18日、名神妖怪地カントリークラブ、滋賀県、6869ヤードパー70より大きい。無料ライブ配信中、石川亮も爆伸ばし中、関西オープン最終日配信中、プロ11年目でチャンスが訪れた。第3ラウンド、大会コースレコードに並ぶ、61をマークした31歳の竹安俊也、竹安、 春也が首位と3打差の5位に浮上した。カブツアーも含めてプロ初優勝を狙う。第3ラウンドのホールアウト後、初日から完全生中継をするアルバテレビのインタビューに応じ、解説する高橋克成、細川和彦、山下和弘の先輩プロと会話を交わした。高スコアの要因について聞かれると、ずっとパッティングで悩んでいたんですけど、それが今日は終始気持ちよくストロークできました。 中弱パターンに変えて、それが板についてきました、と道具を変えたことを挙げた。そのパターンは2週前の中日クラウンズの時に今平修吾が使うオデッセイストロークラボテンを試したところしっくりきた。同じものを作ってもらい、人生初の中弱投入が走行している。プロ4年目の2017年に初シードを獲得したが19年に喪失。 2 2年にシード復活を決めて3シーズン目となる。2022年のフォー・ザ・プレイヤーズ・バイ・ザ・プレイヤーズの4位タイが最高成績。18年の日本オープンで首位と3打差の最終日・最終組を経験している結果は5位タイが最終日の高位置からのスタートはそれ以来となる。信仰のある先輩プロたちは当然初優勝を期待する。 山下がツアー通算14勝の高橋克成の言葉を借りて、自分の目標スコアを設定して邁進するのがいいんじゃないかと、65なら、65とか、そこに向かって、と伝えると、僕、緊張しなんで、どうですかね。調子はすごくいいので、いつも通りできたら、と返した。続けて山下は、優勝争いはいつも通りなんて、できひんと思うよ。 自分のペースでいかなあかんよね、これからいろんな人から連絡来ると思うし、いつも通りと違う。明日やるべきことをやってほしいな、と何度も優勝の壁に阻まれた経験を生かしてアドバイスを送った。めちゃくちゃ勇気づきました、と竹安の表情に力が入る。優勝なんてジュニアの頃からしていないので、想像できないし、何が必要なのかわからないですけど。 山下さんの言う通りに自分を持ってやります。優勝に必要な何かを探しに行く。